はい、皆さんやりました、優勝しました。ちょっとホテルなんでね、シーなんですけど、見事ですね、シンガポールの、オープンプレミア優勝することができました。ありがとうございます皆さん。いや、まさか優勝できるとはといったところです。はい、まあ、今回ね、結構プールからきつくて、どうなることかなと思ってました。ぶっちゃけもうなんなら1日目で終わるんじゃねえかなとか思ってましたが、まあ割とね、普段からやれてる組み合わせをずっとこうやれたんで、まあ、結果としてほんまに良かったなと思います。でしかも実はね、今ここの泊まってるホテルなんですけど、これ2018年ね、僕シンガポール来て優勝したんですよ、リージョンファイナル。その時に泊まったホテルで、たまたまね、そのホテルを今回取ったんですよ。で着いた時に、あれ見覚えあるなみたいな感じで、あの時優勝した時に泊まったホテルやっていうのを思い出して、ワンチャンこれ今回あるなとか思ったんですけど、まあそれは周りには言わずにね、うちに決めてました。まあそういう感じで、今日はね、モケから始まり、ラウマン、そしてクリス・ウォンに勝って負けて勝ってっていう感じで、見事ね、カプコンカップ出場権を得ることができました。ありがとうございます。1億円チャンス、いや大人気コース復活、皆さんお待ちなってください。まあ何やと思われね、優勝できて本当に良かったです。ありがとうございました、皆さんありがとうございました。明日はまだ夜の便なんで、ちょっと一日シンガポール観光して日本に帰りたいなと思います。まだまだね、大会は続くんで、しっかりとこれからも練習して、もっともっといい連動で、大会に臨めるように頑張りたいと思うので、皆さん今後とも応援よろしくお願いします。はい、ちょっと短いですが優勝報告動画でした。皆さん応援ありがとうございました。